死者の審判風景が書かれており。あ、これあれか。この見た目あのボスか。なるほど、金のカラスの機嫌を損ねると食われるんだ。へえ。ということで、リジェネーター装備でいくか。じゃあ久しぶりにファランクスの要石から。今回は火の飛沫なんか持ってきちゃったりして。ほっほっほっ。ほっ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 ほ。いやー、ついにね、レベル1をすべてクリアして、王城2ということですかね、これが。結局まだ出てないですね、これ。スキルビル。ザ・ワンダラー。放浪者？ワンダラーって。なんだべ。何ですかね、その、ベルト丸みたいなの。なんか意味あんの、それ。戦術的、優位性はあるの、それに。ここ狙ってくれ、みたいな感じじゃん。あそこ狙ったら貫通します、みたいな。全然何言ってるかわかんない。とりあえず行くか。ここら辺さ、あ、ここら辺は多分槍がいいな。こいつら配置がえぐいからな。いってくそ！そういえば 90% だった。後ろにいいんだよな。あ、でも一発だ。はぁ、強。上質強。ちょっと 90% だから、ダメージ受けたくない。あ、でも回復するからいいや。え、もうほぼ満タンじゃん。強すぎる、この装備。いってぇな、くそ。木製盾なんじゃよ、こっちは。どんどんボロボロになってくんじゃないの、この盾。鍛冶屋で修理できる意味がわかんないんだけど。あ、取ってなかった、これ。え？オストラバ、こっちだ。不覚だが兵士たちに追い込まれてしまった。すまないが、また助けてほしいんだ。え？この先にいる兵士たちを排除してくれないか？ああ、この先、王の道は、今や飛竜の餌場だ。気をつけてくれよ。え、何？囚われちゃったの？何してんすか？オストラバさん。はあ？これだから。これだからボンボンは。とスネオが言う。お、鉱石来た来た。盾。あの、スチールシールドだっけ？なんたらシールドか。全然鍛えられてなくてな。困っていたところなんじゃよ。後ろから来るぞ、攻撃や。よし。三角にして。くそ。両手持ちにしてね、倒すみたいなことを言われたんで、そこら辺も実践していきつつ。いやー、学んでるわー、スネオ。この先にいる兵士を倒せばあそこが開くの？ちょっとよくわかんない理屈なんだけど。まさか罠では。この先炎に注意しろ。そうですね。じゃあ炎に耐えるものの指輪と、いや、別に必要ないか。もうどういうことか分かってるからな。こいつが通った後スーって通ればいいんでしょ。まあ、ちょっとその前にだけど。これで見ておこうぜ。こういうことやってくの楽しいから。あー、三人もいる。槍兵と弓兵と弓兵みたいな。よし、次通ったら行こう。アイテム無視していこうね。よし、まだ。ちょっと遅くだ。遅かったか。大丈夫だろう、まあ。大丈夫だろう、まあ。頼む。来てる。来てる。ナイス。危ないぜ。ソーリー。風邪ひいててね。まだやってんの？あ、もうこいつとかさ、もう雑魚でしょ。全然高低差ができてない。弓兵、あ、弓兵じゃない。
おのへ。はい。はい。もうちょっともうちょっと。え、まだやってんのあいつ。何してるわけ。え？まだまだ。まだまだドラゴンの脅威にさらされますよ、みたいな感じ。あ、一発だ。一発。いや、強くなったもんだ。兵士は弱いな。ただ数がいると怖いから、そこだけちょっと、なんでこいつが落としたの？落としたんじゃないか。そこにあったのか。木の触媒。うん。え、前に進めば前の方を焼いてくるみたいな。この先弓に注意。こっちも焼かれる恐れありだな。ああ、怖っ。近づきそう。こっちも焼いてくるかどうかちょっと、観察したいな。え、来た。うわー、こっちも焼くんだ。うわ、全部死んだ。ワロリン。この下あったけどな。下行ってみるか。下までは来ないだろう。ガードしながらね。こういうとこもね、不意打ちに注意で。注意ですから。おー、随分下るな。う、犬だ。犬か。ワン、ワン、ガウって音したよ。あわわわん、ワン、ガウガウ。ガウガウ、ワン、ワン。暗すぎ。そこにメッセージ置くな、怖いから。よし。物売りがいるって。え、なんかさ、あの、王城一に行ったさ、王城一にした、いた物売りがいなくなっちゃったんだけどさ、あの物売りどこ行ったんだろう。あ、お前かーい。似てるけど違う。物売りがいるって言われたよ。この先の敵、さそき出し、導き出し。さそき出しって。あー、びっくりするほんと、くらくれー。誘い出そう。じゃあ、ちょっと行って戻るみたいな。ちょっと行って戻る。ちょっと行って。どこに出んのかわかんないからな。あ、出た！お前らかい。ちょっとやべえな。大丈夫。盾構えてれば大丈夫、こいつらは。もういない？オッケー。ちょっと受け能力を追い立てにした方がよかったかもしれないけど。え！うわ、びっくりした。よし、カウンターだったら一発だ。へへー。カウンターでダメージが増えるっていうのはね、ちょっと、コメントもあったり、まあ自分の経験でもなんとなくそうだとは思ってたんだけど、わかりましたと。三日月、そう。なんか王城のレベルにはそんなに難しくないような気がするな。なんか前の敵が出てきてるっていう感じ？ソウル体生活も長くなった。あれ？これは？ああ、お前だ、いたいた。ああ、we meet again, fancy that. ああ、meet again. まあよろしくお願いしますよ。はあ。日本語吹き替え、千葉茂みたいな。まあ大ボーレタリアもしまいですわ。最も無理な戦い、同じことしか言ってねえな。この人薬草超安かったけど。あ、本当だ。ほら、三日月草安くね、ここ。買おうぜ。もう買う必要なくなってるな、でも三日月草。審判者の盾とかでぐんぐんって回復していくし。末裔に持ってないからちょっとだけ持っていくか。一個しか買えねえわ。あんまりだな、じゃあ。クラブとかここでしか売ってないな。まあでもいらないか。兵士の装備。うん、ま、スカンピージャー賞がありませんね。言い方よ。お前の後ろに行きたいんだけど、どうやって行くのかな？え？じゃあドラゴン見えんの怖えな。ここ炎で棒みたいな。さすがにそんなことはないと思うけど。ちょ、通してくれ、そこ。さすがに通してくんないか。まあ、いっか。はいはいはい。そんだけか。ん？通路があるな。ああ、ここを通れば。下から通れるんだ、多分。ただし、通路のアイテムは無視してきたから。ここ敵んじゃない？こ
思って消えるでしょ。いたいたいた。よし、ヘビ野郎、複合ショートボー、こーわ。ヘビ野郎ね、すげえアイテムいっぱい落ちてるけど取れないよな。うん、無理だな、やめとこ。まあ一発は多分耐えれると思うけどね。よし、ここ通ろう。つうかさ、ドラゴン倒せばいい。いった。ちょ、待って待って待って、なんで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 、そこに居すぎだろお前。避難してたか。奴隷兵が、わあ、なんだこいつら。ガードしながらやろう。まだ生きてんのかも。よし、リジェネあるしね。カラスどもが亡きがらによって来よるわ。お、うまくってるうまくってる。またここも来んだろうな。よし、この時に後ろに戻れば取れるみたいな。戻ってきたりする。どうせアクション的にはあっちからだろう。あー、こっちから。うわー、はい、逃げれる。そう、戻ってくるか。やっぱりめんどくせえな。大丈夫だろう。まあでも、いけー。うわ、ガードしてるじゃん。ガードできるんだ。ちょっと待って、ここにいればいいんじゃね。じゃあ一応ガードしつつ、頼むぞ頼むぞ。あー、ダメでした。でも全然体力余ってるから大丈夫だけど、一旦戻る必要もないかもしれないけど、一回戻ろう。ちょっと三日月を食って万全の状態で。いやー、炎に耐えるものあるとやっぱちょっと違うんだろうな。あれ、全然違う方やってる。行っちゃっていいっすか。あ、ダメだ、ダメか、わかんないわかんない。後ろの方に行ってる。今だ、よし、走れ。無視していこう、いろいろ無視していくと危なそうではあるけどな。間に合うかこれ。間に合ってもこれ厳しいような。もうここなら大丈夫だろ、さすがに。うわー、痛い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 、いろいろ痛い痛い。お前来んな、マジで。誰だてめえ。いかんいかん、体力を使いすぎだ。ちょっと待って、後ろのドラゴンが。お前焼かれろや。くっそ、あかん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 。よし、戻ろう。はい、よし、いいだろう、これで。両手、あ、お前、まし、もうマジかよ。二人来ちゃった。両手好き。パワーで押し切った。そんな強攻撃使うんだって言われるかもしれない、また。イエーイ。お、もう二回目のもんだぞ。結構取り逃しがあったような気がするから、また来た時に取りましょう、それは。よくわかんないし、最初だし、しょうがないよね。これボスじゃない、まだ。評価されてる意味がわからんぞ。俺も何かメッセージを残していこう。メッセージを書く。お、いいやつ。全然わからん。何やればいいんだ俺。とりあえず入ってみるか。これボスじゃない？なんかでかーい。でかい。え？でかい盾と後ろになんかいるぞ。まあ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 、その前にね、探索から進めていきましょう。あ、継承トカゲじゃん。あー、消えたー、くっそー、悔しい。くっそ、もったいねー。はあ。くっそ、悔しい。マジ悔しい。だ、どっから消えたんだよ。バスタードソードにするんだった。あれ？いるじゃん。いるやん、お前ら。バレた。えい。もう二人死んでるよ。
なんでここに戦士たちが倒れてるんだ。デーモン近いって。名もなき勇者です。貴族のロートス。かなり手に入るな。この下はさすがに危険そうだ。うん。なんでこんな地形なんだろう。よくわかんねえ。あー、もう結晶トカゲが、不用意に近づいてしまったな。あ、もう逃げられると思って、前に踏み出さずに、武器変えてる暇があったかもしれんな。もうボスかな。ちょっと用意していこうか。すぐそこにボスがいる気がするんだけど。ちょっと待って、これで観察だ。ほら。なんか敵いるもん。うわ、敵、雑魚がいるよ、たくさん。え？雑魚敵がいっぱいいる。今日だぞ、一対一じゃないのか。なるほど。まあ、望むところだがな。よし。これで魔法の武器やって、盾に変えて、ゴーだな。行くぞ！魔法の武器やって、盾に変えたら、ゴー。入りまーす！どなた？つか、早いな、かなり。棒状に簡単じゃね？え、でかすぎ。かっこいい！白騎士物語やん。お前かい！お前かよ。え、ちょ、まずくない？これ。さすがにまずくない？どうすんの？先にザコ倒した方がいい。危ねえ！当たってるし。うわぁ、ちょ、硬そう。えい！えい！アキレス。ちょ、敵多すぎだって。ザコ倒してからにしよう。それで判断合ってる？わかんねえけど。よし、一発で倒せるのでかいな、今回。三日月草とか取ってる場合じゃない気がする。なんか、微笑みデブもいたぞ。微笑みデブどこだ？へぇー！なんか、光の槍飛んできた。あー、怖えー！あの銅像動いたりしないよな。怖っ怖っ！でも当たんね。雑魚から雑魚から。こんなところで来る人が。えい。よし。いいぞ。いや、ここで大ダメージ受けることないだろう。すなわち少しずつ削っていくのが正解と見た。貫通してくるわけでもない。メッセージ見てた方がよかったかな。今月。ほん、はははん、はん。おっさんいないな、どこにも。違う、そっちじゃない。全然一人一人やれる。はっはっは。お前らの戦略全部無駄になったな。こうなんか鉄格子でもはめとけよかったのに。ここにおっさんいねえじゃん。デブどこ行った。こっちもう行ったっけ。こっち来たよな。一番手強そうだから、雑魚敵の中では。えい！避けれん！くっそ。そんなに攻撃力も高くないじゃん。やーん！痛い！やばい。えい！えい！よし。なんとか避けた。カツン。後ろから。カツン。多分足を攻撃していけば倒れるとか膝をついて体攻撃できるみたいなパターン。いった！そんな豪快な。いやでも、なんか回復するから。楽勝なんじゃないこれ。俺の HP どんどん回復していく。これダメなんか。なんという攻撃範囲。でも攻撃力そんなないし。いける。ほら。無臭出てる。あ、踏みつける。危ない。
俺も倒れてる。あ、届いてねえ。くそくそくそ、そこだ。おお、いいなこれ、すげえかっこいいな。しかし燃えるな、なんとかっこいいよ。装飾ばっかつけてるからだ、俺には勝てん。そんなかっこつけやろうわ。あ、危ねえ。くっそ、攻撃範囲広すぎる。この盾、盾じゃない攻撃をしてくれ。やばい、よし避けた。えい、おお、バックステ、バックステも豪快すぎる。かなりでもダメージ与えれてるな。ちょっと待って、一旦離れて使う。しかし槍兵を排除したのは正解だったかもしれん。ちょ、ロックしてると走れないと。でかいやつは遅い、遅いのに。いたー、またやった。胴体は攻撃しなくていいのかな。頭でいいや。ちょっと待って、両手持ちにして。弱っ、え、弱っすごい弱い。そんなダメージが大きいわけでもないし、勝っちゃった。はあ、一回もソウル隊になることなく勝ってしまった。鉄のデモンズ、俺シンプル。ここでなら召喚しますとな。何この霧は。色のない脳無があなたを拒んでいる。巨大なソウルを持つ者しかこの先に至ることはできない。なんで？なんだなんだなんだ。他のとこもクリアしてこいやってことか。ところで、デブどこ行った？デブに心が囚われて、他のことが目に入っとらん。まあ、いっか。全部回ったよね、多分。はい、ということで。王城にはめちゃめちゃ簡単でした。俺が成長しすぎただけかもしれんが。はは。だって、もらえたソウル全然ないもんな。鉄のデモンズソウルを、親父のところに持ってけばいいんじゃないのか。デモンズソウルくれ、みたいなこと言ってたから。うーむ。じゃあ、さらに体力を上げる方針で。まあ、体力上げてこう。体力でいいんだ、体力で。あ、あ、